皆さんこんにちは、かよです。はい、ついにガチャーネができました。ちょっと時間かかりましたけど、こちらです。ドン、じゃーん。はい、ちょっと一つずつ紹介していきたいと思います。はい、こちらの名前はコングと言います。もともとラクーンだったものを改造の時に股関節をつけて四股踏んだような姿勢を取れるようにして、ちょっとゴリラモードにしています。中はですね、2001年に入っていたお猿のチューコちゃんをピンクに塗ってピンキーちゃんという名前にしています。こんな感じです。はい、次はこちらです。虫をイメージして作りました。インセクターと言います。これはハインリッヒが元々なんですけど、割と原型とどめてると思います。はい、次は水中仕様のシャークです。サメモデルで作りました。元々はファイヤーボールになります。シャークは後ろのデザインもいろいろここを変えてみたりとかやってますので、後ろも見てください。はい、そして最後はこちらです。じゃん。これはですね、2年前にも改造が終わってたんですけれど、2年前、1年半前ぐらいかな、ちょっと色を塗ってなくて、他のものに忙しくて、それで、まあ、保留にしている間に、もともとバルキリーという名前をつけてたんですけれども、今回ちょっといいカラーリングに巡り合いまして、ユニコーンっていう名前に変えました。角もつけて、お花じゃないですこれとんがり花に見えますが、これは角です。それじゃあ四重心の制作動画ご覧ください。どうぞ。はい、それではアクリジョンのベースカラーから塗っていきます。今回は黄色と青とグリーンと白を使ってみました。混ぜようかどうしようか迷ったんですけど、一旦そのままの色がどうなるかを見たかったので、一応そのダイレクトに原液のままじゃない、薄めてますけど、その混ぜたりとかせず純粋な色を出しています。インセクターを塗るときに、これもういきなり振ってるんですけど、マスキングをしてですね、スプリッター迷彩を作ってみました。で、迷彩をなじませるためにエナメルのシルバーで薄くコーティングしています。そしてこのハッチの窓はジェルネイルのクリアでコーティングしています。今お尻の針をつけています。はい、そしてコングのパイロットの中古を塗っていますね。中古からピンキーちゃんへ変化しています。瞳はガイアさんのエナメルのシアンを使っています。毛並みも、まあ、ピンク一色じゃなくて、ピンクでも3段階ほどに分けて塗って、ちょっとぼかしたりとかしてなじませてみたいな、少しでも立体感が出るように頑張ってみました。まあ、結局蓋しちゃうからわかんないんですけどね。はい、こちらは今からデザート迷彩に挑戦します。もう完全に手塗りなんですけれど、まずベージュを塗って好きなところに配置をして、それからカーキとベージュを少し混ぜたものを細く塗っています。
ブラウンでドットしてます。その上から白でちょっとブラウンよりもずらした位置に点々を入れて、まあ、こんな感じに仕上がりました。それにしても机が汚い。はい、次はネイルの方ですね。ネイルの今、あ、ネイルというかジェルネイルのクリアを塗っています。そのネイル業界ではちょっと前から結構主流になっているんですけど、その金属質感を出す素材が出てるんです。このパウダーなんですけど、これはこうユニコーンっていう名前の七色に光るパウダーです。私の爪も七色に光ってますけど、そのジェルネイルのそのジェルを硬化 UV ランプで硬化した後の特性を生かして、このパウダーが吸着するっていうシステムなんですね。ただそのジェルネイル塗って UV ライトを当てて、ただそのパウダーをあのメイクで使うようなアイシャドウチップみたいなものでこすりつけるだけ、すっごい簡単なんです。でしかもその匂いがないっていうところが今回の最大のメリットですね。こんな感じでこすりつけて塗るだけ。すごいでしょう、七色が。で上からもう一回ジェルネイルのクリアを塗ってコーティングして、あの粉が散らばらないようにしています。あともう一個、これこっちはですね、同じシステムなんですけれど、ベースをまず黒に塗ります。で硬化させます。その後クロームパウダーシルバーっていうものを塗っていくと、ギラッギラなんです。ギラッギラすごくないですか、このシルバー感で。さっきの部分ももう一回上からコーティングをして、シルバーの粉が飛び散らないようにしています。こんな感じで仕上がりました。次はですね、今度あの水中迷彩、まあ、なんかリアルな迷彩柄としてはないものみたいですけれど、よくガンプラなどで使ってある水中迷彩を今回取り入れてみました。このエアブラシで今吹いているのはエナメルです。万が一失敗した時のために修正が効くように今回はエナメルを使いました。ベースはアクリル状のベースから、そしてその今吹いている白いものはエナメルです。この水中の光の柄なんですけれど、これはあの四角が全部綺麗に重ならないように微妙な手ブレをしつつ、レンガ状に配置できるようなイメージで塗っています。そしてこのつなぎ目の部分はちょっと濃いめで太めにすると、なんかそれっぽい感じになります。その後にさらにエナメルのブルー、クリアブルーとブルーをちょっと混ぜたもので、その光の線の中をもうちょっと濃くして、もっとボケ感を出しました。で最後に、アクリル状のクリアを拭いてコーティングしています。そうすると、まあ、なんかこう水面の中が光っているっていう質感が出せるかなと思ってやってみました。はい、いかがだったでしょうか、今回の私の4連チャンの塗装。ちょっとあの時間かかっちゃいましたけれど、なんか自分のやりたいことを全部盛り込めたし、新しくその何ですか、
模型材料の塗料だけじゃなくってちょっとネイル業界からも少しぶっこんできちゃったみたいな、はい、なんかこれはいいんだか悪いんだかよくわからないんですけど、でもそのノンシンナーっていうその縛りでどれだけの幅いけるかっていうのに、まあマンション住まいの間挑戦しようと思ってますので、もうあと半年ほどでしょうか、もうちょっとかかるのかな、もっともっといろんなことを試したりして楽しく塗装していきたいと思います。はい、それでは皆さんまた見てね。バイバーイ。